イルモレーヌは、フランス、ブルターニュ地域県、フィニステール県のコミューン。主として、県西海岸、イロワーズいに浮かぶモレーヌ島からなる。小さな島で構成されるモレーヌ諸島にモレーヌ島も含まれているが、モレーヌ島を除く大半がある根拠に属している。モレーヌ島フィニステール県本土の西約 15km の沖合に浮かぶ、モレーヌ諸島の中心となる島がモレーヌ島である。 面積は約72ヘクタール。標高の最も高い地点は26メートルである。そこには、かっこたる水源がなく、数箇所の井戸しかない。水は常に寄水である。と、1889年にバンジャマン・ジラールは述べている。整備された町と港は、島の東側に位置し、干潮になると干潟でつながる小島レデナズバースが海から守っている。 島の西側は、ウェサン島に面しており、ウルターニュらしい風景が広がる。モレーヌ諸島と同様に、モレーヌ島は顕著で脆弱な環境を持っている。他の小さな島と同じように、他から孤立した島であるため同族結婚が、盛んに行われ、一部の姓は、現在も島で主流となっている。例として、キュンヤンドル、テュアル、ルブース、マソン、カン、ロシェ、デューボスク、ビダンである。 モレーヌとは、ブルトン語の名称、マレーノスから来ている。ブルトン語のマウォルとアネスから構成された名である。しかし、上記の解釈は、島の名をマウル・アネスと解釈するシャルル・コルビーが否定している。これは、古いケルトの言葉、ムリ、または、ムルとアネスからなる名称であるという。遺跡1875年、RMS ボインナンパの様子1920年代。 モレーヌに船が接岸する様子1925年に撮影されたモレーヌのロブスター漁の様子、モレーヌ等の聖職者であったロシュエル氏は、ウエストエクレール氏の記者にこう語った。公文書はかつて焼かれてしまった。古い破壊し、これらの目印は考古学的な道先案内となるものである。境界の布石や道の距離が長いからである。年月のために刻まれた文字は失われ、 その存在を認識すべき、メンヒルなどが曖昧になって、漁師には重荷になっている。腕木信号所の建設で発掘された広大な埋葬地は迅速な発掘作業が求められたため最新の観察ができなかった。島南西部にあるベック・アル,ルド遺跡を証拠とするように、モレーヌ島には新石器時代から人が定住していた。遺跡からは考古学的発掘物として、この時代に、 石垣で作られた人家、そして5本の立石が発見された。様々な巨石記念物が発見されている。これらは、モレーヌ諸島独特のもので、20世紀諸島に、ポール・デュ・シャトリエによって研究された。モレーヌ島は、サンマ中州動員の影響下にあり、フランス革命後には、サンポルド・レオン市教区に加えられた。ケルダ・フレ神父は17世紀諸島、モレーヌ島と、 ウエサン島について触れている。聖職者の無能さと怠慢によって、住民は無知な状態に置かれた。多くの住民人は、どのように神を持つのか、この質問に答えられないほど、深刻であった。有名な説教師、ミシェル・ノブレツは、ウエサン島に滞在した後も、レーヌ島を伝道し、いくらかの成功を収めた。1775年、モレーヌ島の教区主任司祭は、 レオン主教ジャンフランソはドラマルシュに当てて以下のような書簡を送った。貧困と不幸のどちらを取り除きますか芸イ神の説には私たちや非常に高貴な貴族や紳士方、国を代表する著名人たちに王侯のような慈悲と寛大さを与えています。私はこれ以外のものを示されたことがないのです。芸イ以外に 私たちは、私たちに言葉をかけ関心を向けてくれる人を知りません。この訴えは、効果があった。司教ドラマルシュは、悲惨なモレーヌの人々にいくらかの付与金を授けたので、ある。幾人かのモレーヌ出身者が、アメリカ独立戦争で戦った。イブ・マソンとジャンル・イル・ギルシェは、エスタン・帝督の艦隊に属し、イブ・マレズとニコラ・マゼはグラース伯爵の艦隊に属していた。 バンサン・マソントル・イル・ギルシェは、モレーヌ島代表の大議員で、ブレストのセネシャルの下で開催された三部改装会に出席していた。二人は1789年4月8日付の第三身分陳情書の起草に関与した。1832年、モレーヌ島で、これらが流行し18人の死者が出た。1877年にワチフスに70人以上が感染したと報じられ、 漁業は健康なものが足りず投げ出されている。チフス感染者のいない家はない。貧困が広まっている。様々な説明会が不幸な島のために開催された。県の海兵商工はこの時期に繊維を派遣した。プロビデンス会の2名の修道場を伴っていた。1876年から1877年にかけ、チフスの流行は島を苦しめ。 感染した178人の島民のうち12人が亡くなった。モレーヌ島のほとんどの女性が伝染病に罹患する親戚や友人を目撃していた。ラプレス氏はこう報じている。モレーヌ島を訪れた人の話では、島にはチフス患者のいない家庭は一軒もない。作業のできる健康なものが足りないため漁業は放棄されて貧困層の様子は悪化している。 県の海軍将校はこうした不幸な人々を支援する用意をしている。彼は島に繊維を送り、港に停泊したスフルール港で行政サービスを行うようにした。1893年、再びもレーヌ島はこれら流行に見舞われ、近くの小島トリレン島もその被害にあった。1893年10月13日、ルゴーロワ氏は以下の記事を掲載した。 海のただ中で迷子のように浮かぶモレーヌ島では死亡率が恐ろしいほどになっている。島の人口はまばらになった。死者を治める棺を作るため建設中のキリスト教学校の屋根が壊されていたのである。ある日にはモレーヌ島の善良な司祭が自ら墓穴を掘っていた。大工や墓掘り人が病気か死亡してしまっていたのである。そして今、 支援のされない高齢者とパンの与えられない孤児が島にいる。島の教区主任司祭、ルジューヌ氏は金持ちに対して哀れな教区の人々に手を差し伸べるよう頼んでいる。1893年のこれら流行では人口わずか500人ほどのモレーヌ島で54人の死者が出た。海藻を燃やして火星相談の原料を製造していた人口。 約25人の鳥連島では14人が死亡した。1889年、バンジャマンジラールはこのように述べている。島の土地の一部では工作が行われ、ジャガイモとライ麦が収穫される。しかし農産物では住民を養うのに不十分で、甲殻類や魚を取ったり、火星ソーダを作って別の収入を得なければならない。島には地石簿がなく、税金が免除されている。 30隻の漁船が停泊する港は1867年に完成した長さ75メートルの防波堤に守られている。男子学校と女子学校が現在もある。1872年に政治家テオフィルド・ポンペリーがモレーヌ島と三島について触れた記述から判断すると生活環境は徐々に改善していったものの19世紀後半には 貧困率が非常に高いままだったと見られる。かつて、これらの島々の住民は生活していくが精一杯だったし、時の政府は島民たちに少し痛みの見え始めた食品を海軍から供給させて生活の足しにさせていた。今日では彼らは政府を支援しようとしている。彼らは良い生活を送っており、茶色のパンに代わって白いパンを食べている。 ウェサン島の端にあるモレーヌ島は、有史以来恐れられる海域であった。島の周囲では、数多くの船が難破したが、最も強い印象を残したのは、オーシャンライナーのドラムンドカーソル号の遭難である。1896年6月16日の夜、ピエールベルトと呼ばれる岩に船底を打ち付けた後、フロムブール水道に船は約15分で沈没した。ほとんどが、 イギリス人であった361人の乗客乗員のうち生存者は3人だけであった。モレーヌ島民たちは救難作戦中に卓越した働きをし、島に打ち上げられた多くの遺体を手厚く扱った。これをビクトリア女王が感謝し、300立方メートルの容量がある真水を備蓄するタンク、時計、そして島の教会のために宝石で飾られた金星の聖杯を送った。 1996年、ドラムンドカーソル号沈没事故100年の記念行事が、モレーヌ島とウェッサン島で開催された。イギリス女王エリザベス2世は、友情と感謝の印として、モレーヌ島民にイギリス旗を送った。1908年、島に腕木信号書が開設された。1921年8月、島に郵便局が開局した。 1924年1月9日に起きた高潮では、モレーヌ島にそれほど被害は及ばなかった。しかし島の西側にある唯一の住宅がひどい被害を受けた。1928年4月に元海軍のトリカール医師が亡くなって以降、島に駐在する医師はいなかった。トリカール医師はモレーヌ島に埋葬されている。1937年、ウエストエクレール氏の記事によれば、 モレーヌでの漁業は33隻の船と23隻の小船で行われ、153人の船乗りが関わっていた。200世帯が漁業を唯一の制御としていた。年間で稼ぐ収入の最高額は4500フランだったが、いくつかの船の所有者は2500フランを超えることがなかった。冬場は特に悲惨であった。幼い子供を抱えた多くの世帯は、 ほとんどの漁港がそうであったように、年老いた親の年金に頼って生活していたのである。それでも20世紀半ば以降、砂浜や長艦隊がそれぞれの世帯ごとに海藻を採集する区画に分けられた。島民はこの海藻をピオカと呼び、日光に当てて乾燥させてから、今度の工場に売っていた。1961年以降、上山島、三島、 モレーヌ島毎週に2度ヘリコプターで郵便物が運ばれるようになった。1963年、港に新たに長さ80メートルの防波堤が建設された。新しい防波堤は43メートルの長さのところで、1864年から1867年にかけ建設された古い防波堤と接続された。1975年に桟橋を守るための、 防波堤が建設され、客船はドックに直接接岸できるようになった。しかしこの防波堤は1984年の嵐で一部が破損し再建された。他に2008年3月10日にも嵐が発生し、フェリーターミナルや不当にあった船が損傷した。1995年、モレーヌ生まれのジョールゲンは大西洋をボートで横断した。 モレーヌ島民は長い間太陽時を採用し、フランスが公式に採用している中央ヨーロッパ夏、時間を拒絶してきた。しかしこの姿勢は、レストラン、ケイストルスワンを除いて、今は稀なこととなっている。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降、INSEE 島の人口は1936年の673人が、最大で、以後は、 急激に減少している。島は過去79年間で460人も人口が減り、今では1793年時点よりも少なくなっている。1962年から1990年の28年間の減少幅は最も大きく319人の人口が減少した。平均で毎年11人減っていることになるが21世紀に 入って最初の10年間は人口減少が鈍化した。若者が島を離れることが原因の一つだが、他に自然増加がないことが挙げられる。高齢化のため出生率より死亡率が高いのである。2001年から2010年までの期間の出生は18人であったが死亡は41人だった。2009年時点での総人口において20歳未満の 若者が占める割合は11.8%であったのに対し、65歳以上は35.1%であった。モレーヌの海評判長時のモレーヌ公かつても、レーヌの港は相対的に広かった。現在は限られた活動にしか用いられない。モレーヌ島には小さなスーパーマーケット、タバコ店、郵便局がある。観光客の流れは、 隣の上山島とは比較にならないが増加傾向にある。モレーヌ島にはホテルが1軒、バーとレストランが2軒ずつある。イルモレーヌは住民税納税が免除されている国内の3、コミューンの1つである。モレーヌ島と山東の住民は不動産税が非課税となっている。これらの島々に不動産を持つ非居住者も拡大されて非課税となっている。 水は1500立方メートルもの収水域によって回収される。ほとんどの住宅は雨水を貯めておくタンクを備えている。島にはディーゼル発電機があり、島独自に発電を行っている。島は毎日ブレスト取る根拠の区間を、コンパニーマリタイムペン AR ベッドの定期船がつないでいる。夏には路線数が増え、1日あたり5回にまで達している。 島ではいくつかの自動車やトラック輸送による物資運搬が可能になっているが、島内観光は距離の短さから徒歩で行われている。モレーヌ島には診療所があり、毎週本土から医師がやってくる。公私設法人である、検証防局第29支部や救命提示インカム号を持つボランティア団体である。 海南救助全国協会のモレーヌ支部が島の救命救急の手段となっている。このように緊急の場合、負傷者は問題の緊急性に応じヘリポートを経由して、ヘリコプターや消防士の車両で輸送され、救命艇で本土に運ばれる。ありがとうございます。